バス釣りにたまに訪れる琵琶湖なんですけれども、今回はおかっぱりでございます。ただ今回の目的は、バスではありません。ジャブリングできるように。よし、こいつは今日使わないでおこう。もう鮎がいる。うお、久しぶりになんか琵琶湖でおかっぱり入っちゃおう。うわ、冷てえ。やべ、結構まだ冷たい。やばいやばい、冷た冷た。これさて、ちょっとテールスピン投げてみよう。これバスが釣れる可能性も全然あるんですけど、まあこの琵琶湖ならではのね、魚が実は本命だったりします。この浅いところに刺してきたり、川に遡上する実は稚鮎、小鮎がいて、でこの時期ね、その鮎を釣りするってのもねありなんですけど、そのね、今回は鮎を狙って追ってきてる魚を狙っとるんですよ。ルアー全然食ってくるし、ハードルアーをこうやって巻いて結構食ってくる魚なんで、結構ね狙うと面白い。起きた、来た来た。うわ、当たった当たった。うわ、当たったな今。渓流で使うシンキングミノですね。トリコロール流針53ヘビーウェイト、シンキングタイプなんだ。これはもう鮎も結構水面付近をピシャピシャ泳いでるんで、あんま沈めんと、テールスピンだとあんまりアクションをつけるってことができない。まあ、ちょっとアクセントでちょこちょこ加えるときはあるんですけど、しっかりこうね、ピッピッってこう逃げるような動きは出せないんで、その動き出しやすいのはこういうミノ。前は結構ジャブジャブしてたんでしょ。あー、でも多分それが効いてるかもね、魚が寄ってさ。あ、ボイルしてた前。あ、ほんと。お、ああいうの死んだのが、これを追ってだから入ってくんだよね。お、何それ。はずや、ほんまや。はずや、釣れました。まだおるかもな、群れでな。はい、よし、ありがとうございます。よっしゃ、結構手前で食った？あ、そうなんや。お、来た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 。これは大本命が来たんじゃないか。キャッチしました、私。レギュラーサイズやね。
これはね、もっと琵琶湖にはでかいハスがいると思うんで、ちょっと釣りながらやっていきます。渓流用のね、ミノーで。この口がね、こういうへの字をしとるんですわ、ハスってね。もっと大きいので30センチぐらい多分いくと思うから。おー、いけい。よし、ただ巻きで食ったか。これでも欄干やな、マジで。完全欄干やな。お、来た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 。手前で食ったな。おっしゃー、ねえ、ハスです。全国どこにでも今いるみたいなんですけど、琵琶湖はね結構大きいのが、いるし、まあ専門で狙う人もね、実はね、いたりする。ルアーで釣れるしね、もっと大きいやつもね釣れたりするんで、狙うと面白い、意外とね。バス狙ってる時はちょっと下道でね、いつもかかってくる魚ですけど、ちゃんと専門的に狙うとね、意外とゲーム性があって面白いんですよ、これ。 OK。 ハスは結構弱いんでね、まあまあすぐ逃がしてあげよう。で、結構こういうルアーのフラッシングが強いものに反応するんで、あと僕はテールスピンとか、まあこういうミノとか、あとはスプーンとかも持ってきてるんですけど、ちょっと飛距離が飛ばした方がね釣れそうな感じがするんで、まあ、ちょっと重たいこのシンキングタイプのミノーを今沖に投げて、まあ、ただ巻きしたりトゥイッチしたりっていう感じで、いろいろバリエーションをちょっと入れながら、やせてます。で、この浜にはコアユが結構入ってきてて、そのコアユを追ってそれを食べるハスが今入ってきてる状況です。なんで、まあ、もうちょっと行くとこれ川の河口があるんですけど、川の河口に今アユがね遡上しだしてるんで、まあ、今アユがここにね、これ死んだアユかな、死んだアユがいるけど、ここにこれね、死んだアユがいるんですけど、こういう、まあ、付近にアユがめっちゃいるので、それをまず探していって釣っていくと。なんせ足が速いんで、アユもね結構足が速いベイトなんだけど、さらにハスはねもっと遊泳力があって横移動すごいする魚なんで、こう毎日ちょっと日替わりで、うん、釣れるポイントがちょっとずつ変わってたりする可能性ももちろんあります。ちょっと狙ってみるとマジで面白いな。いいサイズ来ねえかな、マジでね。お、来た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 よ。お、ちょっとサイズ上がったか。おっしゃー、おっしゃー、オッケー、来た来た、一緒ぐらいかな。お、ちょっとサイズ上がった。これはこれでやってみるとね、ゲーム性があって面白い。バイバイ。 OK、 やった、この短時間で3匹も釣れた。もう一回ね、テールスピンにしてみようかな。グッドミールスピン。来たよ。テールスピンでも食うやん。オッケー、ただ巻きでハス。こいつちょっと太いな。
いい感じ。これね、やっぱフラッシング系、キラキラしたフラッシング系のものにものすごい反応するんで、あとはねアクションとかはただ巻きがいいっていうか、ただ巻きが好きな個体もいるし、スイッチしてスイッチ入れて食わしていくような、まあそういうので釣れたりもするときあるから、いろいろちょっとローテーションしながらやっていくといいです。 OK、 よいしょ、はい、バイバイ。いやいやいや、面白いなこれ、やるとめっちゃ面白い。お、ブリしてる、ブリしてる、ブリしてる。マジ神出鬼没。おっしゃ、おっしゃ、来た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 。ボイルからちょっと離したけど最高。うえい、お、入らん。よし、あ、おっしゃ、オッケー。わあ、いい食い方した。めっちゃこの鱗が綺麗、すごい綺麗。オッケー、逃がしてあげよう。バイバイ。これはね、釣りとしてちゃんとゲーム性があって面白い。意外とやってみたら釣れるもんだね。結構がっつり食ってきてくれるし、これさ、バスで巻き物苦手な人とか、これいい練習になるよ、これマジで。すげえいい練習になる。いや、これまた夏ぐらいに流入河川入って産卵絡んだ特大のハスちょっと狙ってみたいわ。婚姻色出たやつ、あれいいな。あれあれちょっと夏またやりにいかなかんな。これはこれでおもろいな、この広いところから探す釣り、これは面白いわ。よし、次は夏にトライだな。